ご来場の皆様にご案内申し上げます。まもなくカエル王子と小人姫の物語を上映いたします。携帯電話をお持ちのお客様はあらかじめ電源をお切りになるかマナーモードに設定してくださいますようお願い申し上げます。それではスクリーンにご注目ください。そんな二人の運命の出会いは2011年4月、少し肌寒い春の一日でした。ここから二人の愛の物語が始まります。すごくサルサがうまい優しいお兄さん。若いな、大学生かって思いましたね。あ、ありって思いました気にはなってましたね。
デートはモターザブ農園っていうなんかマンションと農園が一緒になってるような場所があって、でそこに農業体験みたいなオーガニック農業体験っていうのをユースケさんが誘ってくれて農業体験しました。島での告白は、3回目でして告白をしました。それはちょっと酔っ払ってて覚えてないですね。喜ばせることがしたくて、牡蠣をお取り寄せして、であとマー君が漁港から魚を大量に持ってきてくれて、確か私はあの時牡蠣担当で死ぬほど牡蠣を開けましたね。まあ元気になってもらいたいからわかんないけど30センチ。もうちょっと攻めてほしいなって思いながら我慢してます。なるほど。私的には相性が良いです。みたいな感じで、九州行ってみる、ついでにうちちょっと泊まるって感じで、まあ気軽においでっていう。なっちゃんのお母さんに初めて会いまして、中野夏実になるんでしょっていうふうに言われました。急に誘って急にクロージングされてかわいそう。で鎌倉だろうっても先に思いついてたみたいで、そんな感じで鎌倉に行きました。不思議な感情なんですけれども、なっちゃんと初めて、出会った時からですね、この人と人生を共にしたいなというのは非常にすごく不思議な感覚を覚えてきまして、そう思ってましたので、率直に初めから決めてました、僕と結婚してください。なっちゃんに出会えたこともそうです。サルサをやってよかったなっていうふうに思ってます。ゆうすけに近づく良い奥さんになれるように。
ゆうすけさん、すごくおめでとうございます。おめでとう。本当にゆうすけくん、ご結婚おめでとうございます。なっちゃん、ゆうすけ、結婚式おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。はい、チーズ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ゆうすけ、夏美、結婚おめでとう。夏美さん、ゆうすけさん、ご結婚おめでとうございます。ゆうすけ、なっちゃん、おめでとう。結婚おめでとうございます。おめでとう。ゆうすけ、なつみ、結婚おめでとう。ゆうすけ、なつみちゃん、結婚おめでとう。ゆうすけ、なっちゃん、おめでとうございます。ゆうすけくん、なつみちゃん、ご結婚おめでとう。ゆうすけ、なっちゃん、おめでとう。ゆうすけ、なつみ、結婚おめでとう。ゆうすけ、なつみ、おめでとうございます。なつみ、ゆうすけ、ご結婚おめでとう。はい、ゆうすけ、なっちゃん、おめでとうございます。ゆうすけ、なっちゃん、結婚おめでとう。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 